まあめんどくさいんでパスで行きましょう。どうせ丸の中に入るんだから。はい、皆さんこんにちは。今日はたこ焼き器を使ってサーターアンダギーを作っていきます。で、なんかホットケーキミックスと薄力粉とかそんなのものがあればできるのでめちゃめちゃ簡単で、まあもう始めていこうと思います。材料はホットケーキミックス今回100、薄力粉100、砂糖50、卵2個、オリーブオイル大さじ2。はい、じゃあまずホットケーキミックスと薄力粉をふるいでふるっておく書いてあるんですけど、レシピには。まあめんどくさいんでパスでいきましょう。混ぜます。砂糖を入れて混ぜ、卵2個、砂糖ボウルに入れて混ぜ、ホットケーキミックスと薄力粉とオリーブオイル2ビッグ2大さじ2です。混ぜます。いきます。トリュフみたいな感じだね、スプーンで。まあ丸めるというよりは風でいいですよ、どうせ丸の中に入るんだから。こんなもんだよね。いいよ、かわいいわ。愛くるしいわ、ビャンってしてて。いや性格出るなこれ、マジで。形なこれ、いい、こんなんで。ああ、転生する。転生って言うの。よし、ぽよん。オッケー。うん。まあいいでしょ。こんなもんで。油をね、この穴に入れていくんですよ。こういう感じで。よし、で生地を入れてたこ焼きの要領でこうやって混ぜていくんですよ。あ、いいかも、ちょっと入れて。よし、よーし、え、かわいい、収まっておる。お、なんだこれは、かわいい、可愛くないか。ほとんどベビーカステラやな。いいね、ちょっといいんじゃない、美味しそうだね。可愛くない、でももっこりしてるよ。いいやいいや、可愛い、ちゃんとでかいね。めっちゃボンバーヘッドになって、ものまね切れてないよこれ、なんか。どうだい、いい気分かい。なんかお風呂に使ってみたいな。盛り付ける。盛り付ける。じゃん。アンダギー。じゃん。いただきます。熱そう。あ、美味しいね。甘さもちょうどいい。美味しい。はい、ごちそうさまでした。まあ焦げた部分もありましたけど、味とか形はまあちゃんと丸くなったし、あ、でも甘さも良くてちゃんとあのサーターアンダギーしてました。まあ黒糖入れるともっとあの本家の味にね、やっぱ近づくと思うけど、黒糖なくてもお家でできる材料で十分美味しくできましたね。いいね、子供のおやつとかね、いいと思います。皆さんぜひチャレンジしてみてください。チャンネル登録お願いします。